Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. What is Buddha for humans? Mystery of Mount Smell. 人間にとってブッダとは何か？謎の趣味線。趣味線の謎について考えてみます。趣味線の趣味というのはもともとはスメールという言葉だそうです。古代インドの宇宙観ということになっていますけども、趣味世界の中心にある鉱山を趣味線と言いました。仏教ではこの趣味線説を踏襲しており、まあ江戸時代にはこの趣味線説が広く日本に広がったというわけです。そしてそのこうした模型まで作られています。青木正則さんの文をそのまま紹介させていただきます。趣味線あるいは墨線の墨とは梵字スメールの音社で妙高と訳される。古代インドの宇宙観で一趣味世界の中心にある鉱山を指す。仏教ではこの趣味線説を踏襲しており、江戸末期にはこれを一般に優しく理解させるため輪が鳴り太陽と月が時計仕掛けで動く模型を考案した。これが趣味線儀である。仏教宇宙観は愚者論に詳しく、それによると宇宙の空間つまり虚空には巨大な風鈴が浮かんでおり、その上に水輪が、さらにその上には金輪が浮かんでいる。水輪と金輪の境目は金輪際と称され、金輪上には海水が満ちてあり、再海周は海水が流出しないように鉄でできた鉄地線で囲まれている。金輪の中央には金銀瑠璃針の四方でできた趣味線がそびえ立っており、その高さは海抜1ヨージャナは約7キロメートル。そしてその周辺を屈線八海が交互に存在し、八海には発光毒水が満ちている。海中の四方にはそれぞれ東州新州、南仙部州、西湖化州、北クル州の4島があり、我々人間は南方の仙部州に住んでいる。ただしこの地下には恐ろしい8大地獄が待ち構えているという。ハーヴェイ・クラフトという方が書いたブッダという本の内容を簡単に説明しておきます。私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマの故郷はペルシャであったというのです。そのペルシャのペルセポリスに碑文が残っていました。そしてその中にストダーナ・ゴーマタという名前が出ています。マギ・ストダーナ・ゴータマです。マギというのはスターゲイザー、つまり星うならいをする人という意味ですけれども、神と直接会話ができる人という意味です。神イコール星イコールディンギルということになります。で、そのストダーナ・ゴー・マタ、ペルシャ名ストダーナ・ゴー・マタはですね、ダリウスの策略にかかり、ペルシャを追われて現在のネパールのルンビニあたりに逃げてきたというわけです。そうした内容はベヒッスン山に残るベヒッスン語で書かれた碑文の中にも書かれているといいます。で、ダリウス1世はカンビュセス2世あるいはカンブジア2世をですね、エジプト遠征の折に暗殺して、そして自らその位に就いたというわけです。その時邪魔になったストダーナ・ゴーマタ、すなわちストダーナ・ゴータマをですね、追い出したというわけです。それを表現したレリーフはベヒスン山の山肌に壁画として描かれています。なお釈迦族というのは釈迦族ということになります。釈迦族というのはスキタイ人の別名ということになります。言い換えるとストダナ・ゴータマ、つまりブッダの父親はスキタイ人であったということになります。バイ・林博士説です。ダリウス一世の
策略にかかり、ソダナ・ゴータマは現在のネパールのルンビニあたりに逃げるわけですけども、自分の子供の名前をセタ・アルタとしました。セタ・アルタというのは宇宙の真理の解放者という意味だそうです。そしてその方をですね、私たちは現代シッタ・アルタ・ゴータマと呼んでいる、つまりブッダと呼んでいるということになります。で、まあ、ガウタマ。これは、あくまでもダリウス王の碑文ですから、ダリウス王はですね、ガウタマを、まあ、滅ぼして、自ら蔵についたという意味で、ガウタマをひどく悪く書いています。そして、まあ、ダリウスの碑文によればですね、ブッダの父親の、父親ですね、カンブジャという王から位を奪い取った。そして、その、まあ、カンブジャという王がですね、エジプトに行っている隙に、王の位についた、すなわち、強奪者と位置づけています。その、息子がシッダルタ・ゴータマというわけです。というわけですね。で、ダリウスは、グアバテから王座を奪い、バビロンで王座に就いたことになっていると。まあそうした碑文が解読され、そして本になったというわけです。で、ここでマギというのは出てきますけども、星見る人とイコール、まあ王ということになるわけです。で、ガウタマは星を見る人、すなわち、まあ、スターゲイザーであったというわけです。で、ガウマタ、ガウマタ、ゴータマというふうに、まあ、ネパール、インドの方では呼ばれるようになったということになります。マギというのは、要するにマジシャンのことなんですね。で、マジックのマジックも、そのマギから来ているというわけです。そして、哲学的にも、ガウタマは慈悲深い哲学者であり、博愛主義者であったと。まあ、その精神はやがて、ブッダの精神となって生かされるわけです。で、ガウタマは自由を支持し、人権を支持したと。で、寛大であったと。そういうふうに考えていくと、ガウタマとゴータマは同一人物であったということになります。そしてシッダルタ・ゴータマは武士階級の地位を失う象徴として自らの髪の毛を剃り落としたとあります。まさにブッダですね。が、まあ、ダリウスは当然のことながらガウタマをですね、まあ、悪人扱いするわけです。まあ、当然ですね。そして自分は正当な、まあ、王であると、そのように主張したわけであります。で、ガウタマは、その、ダリウスに鎮圧されますけども、一年以上かかったと言いますけども、ガウタマは、生き延びたわけですね。そして、まあ、そのことを裏付けるようにですね、アケメネス朝ペルシャ史の中ではですね、マギであったガウマータを、いわゆるダリウスの、が倒したと、そういうような記述も残っています。左がペルセポリスです。モヘンジョダロとギザをつなぐ新直線化、ほぼ新直線化にあります。これがペルセポリスです。で、ここで間違いを訂正しておきます。カンブジア、つまりカンビュセス2世のことですけども、カンビュセス2世がですね、エジプトを遠征している折にですね、カンビュセス2世は命を落とします。その背後で、まあ、そのカンビュセス2世を暗殺したのが、ダリウス1世らしいということまでは分かっています。まあ、その可能性は十分あったわけですね。
でそのカンビュセツを殺した後をダリウス一世がですね、バビロンに戻って、そして今度はそのもう一人のなんて言いますか邪魔者であるストダナ・ゴータマを追い出しにかかったわけです。で、ストダナ・ゴータマは、まあ、ペルシャを追い出されて現在の、ネパールのルンビニへ逃げていったということになります。でじゃあセッダ・アルタ・ゴータマ、すなわち、ストダナ・ゴータマの息子のシッダ・アルタ・ゴータマはどこで生まれたかですけども、それについてはですね、まあ、それから60年ぐらい経ってから生まれたということですから、まあペルシャで生まれたのではなくてですね、ペルシャ生まれの育ちのサガ族の、ストダナ・ゴータマの息子としてネパールで、母親マンヤンの間に生まれたということになります。で、まあ、なぜセッタ・アルタという名前にしたかということになりますと、それはその、まあ、ストダナ・ゴータマがですねペルシャ出身であり、その、まあ、バビロン周辺の言葉によればですね、セッタ・アルタ・ゴータマというのは宇宙の解放、真理の解放者という意味だから、その名前を自分の息子であるシッタ・アルタ・ゴータマにつけたということになります。シッタ・アルタ・ゴータマというのは、まあ、何度も繰り返しますけれども、私たちが現在ブッダと呼んでいるその方ということになります。で中央に今皆さんにお見せしているのはですね、一応苦行中のブッダということになっていますけれども、これが父親のストダナ・ゴータマであると私は判断しています。その証拠にですね、台座のところにゾラスター教の神事の様子が描かれているということですね。でカンボジアがこの動画を作った時にはカンボジア行ってカンボジアというカンボジア王国を作ったというふうに解釈していましたけれども、それは訂正します。じゃあ、シミセンはどこかと言いますと、ダリウスの上に三千と輝くのがゾラスター教でありアフラマーズだということになります。アフラマーズです。となると、ゾラスター教の聖地、大聖地といえばエルブラス山ということになります。これがエルブラス山です。このエルブラス山については何度も精査してきました。なあち、エルブラス山がですね、ゾラスター教の大聖地ということになりますと、ここで繋がるわけですね。ストダナ・ゴータマも、そしてシッダルタ・ゴータマも、そして共通に、まあ、ダリウスも、それからカンボジアも、共通に信仰していたのがゾラスター教ということになり、その大聖地は、ゾラスター教でいう、いわゆるエルブラス山ということになるわけです。大聖地なんですね。ということになりますと、スメール山というのはエルブラス山ということになります。ナスカ理論でそれを証明してみます。ここにエルブラス山があります。そのやや下にアララート山があるんですよ。そしてナスカに線を引いてみます。そしてナスカにはグランドクロスのすぐ隣にいますか、下にですね、ここです。このグランドクロスのやや右上から左下に流れていく線がライン。これが滑走路です。ここにエルブラス山を示すラインがあります。まあ、それにふさわしい線ということになりますね。縦線がポパカティピティ、ペティ、横がエトフ、エトフ、この場合エジプト人に聞きましたら、エトフというのが正しい発音だそうです。エトフ。まあ、要するにこのエトフ、これが今エルブラス山から引いてきた線です。グランドクロスのすぐ下ですから簡単に見つかります。皆さん自身でご確認ください。ただこの線はですね、非常に古くて、まあ、ぼんやりしていて、そして破壊されています。が、しかし、高いところから見ると、このように線は確認できるわけですね。ということになりますと、結論はこういうことです。まあ、中央にダリウス層、その上にエルブラス山、そしてその上にアフラマズダ、神の上の神ということになるわけですね。と、一番下に、シュミセンがあります。シュミセン信仰ですね。となると、シュミセンで示された山は、スメール山。いわゆる私たちがシュメールと呼んでいる、あのシュメール文化のシュメールなんですね。発音も字も同じです。そして、シュメール文化は、そのエルブラス山のふもと、いわゆる南側で生まれたということになります。が、ここでですね、一つ誤解してはいけないのは、あくまでも地上のシュメール山、スメール山ということになるわけですね。シュミセンということになります。本当のシュミセンは、まあ、ブッダの教えによれば、遥か彼方の宇宙の向こうにあるということになります。まあ、天の神々は地球をやってきてですね、そして、ふるさとの名前を付けたというふうにも考えられるわけです。で、結論ということになります。シュミセンという山は、どこの
山のことを言うのかということですけども、シュミセンというのはヨーロッパ最高峰のエルブラス山であり、エルブラス山を置いて他にないということになります。ゾロアスター教の大聖山であると同時にですね、ブッダの父親がですね、ペルシャ出身である、つまりストダナ・ゴータマであるということを考え合わせるならば、当然仏教においてもですね、その聖山中の聖山はストダナ・ゴータマ、すなわちマギが信仰していたゾロアスター教の大聖山エルブラス山ということになるのではないでしょうか。Bye for now.